広島を思い、郷土を愛する人には心温まるストーリーが。今宵はそのワンシーンをスケッチします。トヨタプレゼンツザ・キャンバスストーリー。この番組は広島県トヨタ販売店の提供でお送りします。本日のキャンバスは日本三景宮島にある宮島水族館。ここに瀬戸内の生態系を伝えている人物がいます。沖康介さん。こちらが牡蠣の水槽になります。実際に牡蠣いかだを上に浮かべて下に連なる牡蠣を展示しています。牡蠣いかだの下はどんな風かなっていうのを皆さんに知っていただきたいというのがこちらの水槽の狙いではありますね。瀬戸内海国立公園内にある水族館として瀬戸内海の自然特色を広めることを中心とした構成になっています。この日沖さんが準備をしていたのは日本では宮島のみに生息する宮島トンボの企画展。社会教育学習の一環としてこういう催し物を開いたりしております。希少な生き物なのに知られてないというのが子どもたち少しでも知ってもらえる。今から生き物の調査に行きます。パッと見たら何もいないように見えますけどね、本当は結構いるんですよ。あそこにカニが隠れてるんですね。瀬戸内の生き物に触れ合ってもらうため定期的に干潟の観察会も実施しています。ちっちゃなお子さんが干潟とか案内するとね、一生懸命ね僕らの話を聞いてくれるのでね、嬉しく思いますよね。瀬戸内の生き物に関心を持ってもらうことで保護活動につなげる取り組みをしている沖さん。彼が描く将来のビジョンは、ちっちゃなお子さんが生き物を身近に感じてくれて、で海には身近な友達がいっぱいいるんだよっていうのをね感じたら、ゴミを捨てる時にこれが海に行ったらどうだろうとか、そういうことをね少しでも感じてもらえるきっかけに宮島水族館がなってくれればいいかなと、まあ、希望としてはありますね。トヨタ社との思い出を SNS で投稿しよう。ハッシュタグ私とトヨタをつけて写真とともに思い出をつぶやいてもらうと番組内で写真とコメントを紹介。採用者には5000円分のギフトカードをプレゼント。また番組ホームページではアンケートも実施。お答えいただくと抽選でプレゼントを差し上げます。トヨタにまつわる皆様の思い出をみんなでシェアしましょう。